国鉄12計客車行き行きサロン機の国行き行き。サロン機の国は、西日本旅客鉄道が1989年から2007年まで保有していた鉄道車両で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。前身となる、日本国有鉄道天王寺鉄道管理局及び、JR 西日本和歌山支社が1981年から1989年まで、 保有していたお座敷客車についても記述する。お座敷客車国鉄では室内を畳敷きとした和式客車として60軽客車を改造したスロ81系を保有し、全国各地の主要鉄道管理局に配置していたが、これらの車両が老朽化する一方で波動輸送用として保有していた12軽客車が余剰化してきたことから、九百八十年度以降、十二 京和式客車に改造し、スロ81系の置き換えが進められた。天王寺鉄道管理局向けの12系、改造和式客車は、文字鉄道管理局、東京北鉄道管理局、新潟鉄道管理局に次いで4番目に登場したもので、高砂工場で改造され、1981年4月に落成した。各社ごとに、 天王寺鉄道管理局が管轄する地域の両性国名にちなんだ愛称名が付けられたが、編成自体には愛称名は付けられなかったが、テールサインにお座敷客車、ジョイフルトレインと表記されていた。編成は以下の6両で構成されていた。内は車両の愛称。内は9番号。全車両ともグリーン車扱い。外観上では 中間のオロ12系の便所と反対側の出入り口が塞がれているほか、各社ともデッキ寄りの窓が1枚埋められている。編成両端のスロフ12系の貫通扉には、テールマークが取り付けられている。塗装は、改造前のまま変更されなかった。全車とも車内は跳ね上げ式の畳実機となっている。車端部に床の間を備えるが、欄間はない。台車、電源機器は、 改造前のままである。改造当初は、流下客貨借に配置された。1981年4月に、スロフ12807.808、オロ12813.814の4両が、落成し、続いて、同年5月に、オロ12815が、6月に、オロ12816が落成した。その後、年に、流下客貨が廃止となり、 和歌山電車区新在家派出所に転属した。編成自体の愛称名は付けられないままであったが、鉄道ファンからは、和歌座の通称で呼ばれるようになった。1989年に、後日の生きサロン機の国へ再改造された。生きサロン機の国は1989年に、上記の和式客車を高取工場で再改造したものである。 今回の改造では車体にも窓を中心に大きく手を加え塗装も大幅に変更したほか中間にフリースペースとなるイベントカーを一両連結し内装も大きく改装している編成定員も256名から152名と大幅に減少した編成は以下の6両で構成されていた車両番号は改造前のままであるが 各社に付けられていた愛称は廃止されている。お座敷車両、編集4号車以外の各社が該当する。車体については、客室部の側面窓がすべて固定式の一枚窓に改められているほか、また微灯は、角型の新しいものに取り替えられている。車体塗装は明るい白を地色とし、和歌山県の空と黒潮を表す青色、和歌山県の国と豊かな森林を表す。 黄緑色、県民のハート、新域、触れ合いを表すピンク色の帯を入れている。帯の塗り分けは各社により若干異なる。スロフ12系の前面窓周りは黒色となっている。車内は畳敷きで、中央部に深さ 230mm の掘りごたつを設置し、掘りごたつの上に固定式の座卓を置き、座卓を挟んで向かい合わせに、リクライニング式の座椅子を設けている。 通路の畳は跳ね上げ式であるが、ガスダンパ機構を組み込み、跳ね上げを容易にしている。天井は格子天井とし、側面窓には障子をはめ込んでいる。各社とも室内両端に29インチのモニターテレビを設置していた。便所は和式のままであるが、浄化排水式汚物処理装置を設置している。洗面所は進行方向と平行向きに移設している。 1>, 1号車では、便所、洗面所が撤去された。イベントカー、編集4号車が該当する。車体については、他社同様、客室部の側面窓が全て固定式の1枚窓に改められているが、窓の横幅は他社よりも広い 1630mm とし、長房性を大幅に向上させている。塗装は他社と同一であるが、帯の塗り分け方が異なる。 車内は床を 180mm かさ上げした、絨毯時期のフリースペースで、カラオケステージとテーブル、ソファを設置している。車端部には化粧室、更衣室とカラオケ AV 機器の制御機器を設置している。イベントカーから撮影した映像を他社のビデオモニターに向けて放送することが可能となっている。便所、洗面所は撤去された。改造後は、従前と同じく、 和歌山電車区信在家発出所に配置され、1989年9月から営業運行を開始した。当初は暫定措置として1.24.6号車の4両編成で運行され、同年10月2日からは3.5号車を加えて、本来の6両編成で運行開始された。1997年に和歌山列車区信在家発出所が、 電車基地化されたことにより宮原運転所に転属した。2007年6月に運用を売り脱し、同年11月5日付で廃車となった。ありがとうございます。